セイクリッドブレイム、ソウルエンジンガザン、トリュフ、大昇進の秘密を。やりましたね。やばい、レッグランジ、邪魔だよ、お前だよ、お前だよ、クッシュ、スタート。結果は変わらん、そう、何度やってもだ。挟まれたようだな。
挟まれたようだな。マキアンレンジャーズ、ローマン、
た敵じゃなさそうだね。旅のもんかい？どっから来なすった？チェリックですわ。そうかいそうかい、暑い中ご苦労だったね。急に口調が優しくなったな。ストレイライス神殿へ行きたいんです。どこにあるか分かりますか？あんなくだらんもの、いくらこさえたところで無駄だよ。私らには私らの神がいる。よそ者の神なんぞに用はない。神殿とやらがあるのは町の北さ。でもあんまり関わるんじゃないよ。ありがとうおばさん。前にアイルツ司教様に聞いたことがあります。カルバレイスは独自の信仰が根強くて不況に苦労しているのだとか。神様までよそ者扱いなのか。グレバムの足取りがつかめるかもしれません。カルビオラの町にあるストレイライズ神殿を探しましょう。カルバレイス独自の信仰とはどのようなものなのだ？自分たちを神の末裔と位置づけ、祖先である天上神を崇めるというものです。かつて自分たちがいた神の世界に戻ることを至上の目的にしているとか。まあ誰が何を信じようと勝手だけどね。本当の神様だったらよそ者とか関係なくみんなを幸せにしてほしいよな。
ウレバムの足取りがつかめるかもしれません。カルビオラの町にあるストレイライズ神殿を探しましょう。
カルバレイス独自の信仰とはどのようなものなのだ。自分たちを神の末裔と位置づけ、祖先である天上神を崇めるというものです。かつて自分たちがいた神の世界に戻ることを至上の目的にしているとか。まあ誰が何を信じようと勝手だけどね。本当の神様だったらよそ者とか関係なくみんなを幸せにしてほしいよな。ストレイライズ神殿ってここかな。ええ、間違いありません。よし、早速乗り込むか。待て、いきなり飛び込むのは危険だ。そうですね、中の状況がどうなっているか分かりませんし。私が巡礼者を装って先に中へ入っていますわ。皆さんは夜になってからお越しください。裏口の鍵を開けておきます。そんなことをして大丈夫なのか。巡礼者が各地の神殿に滞在するのは珍しいことじゃありませんから。昼の間は見つからないようおとなしくしていますわ。無茶はしないようにな。はい、ではまた後ほど。さて、私たちも夜まで一休みってとこ。宿屋で待機するとしよう。宿屋へ向かい、そこで夜を待つのだ。さあ、起きろ。そろそろ出発するぞ。スカー。こいつ、本当に寝起き悪いわね。リリス、飯まだ？リオン、この際だ。例の電撃を見舞ってやってくれ。ゾー！目は覚めたか？うん、覚めた。フィディアが神殿の裏口の鍵を開けてくれるって言ってたな。待たせたら悪いわね。早く神殿の裏口へ向かいましょう。
こうやって夜中に何かするのって気分がワクワクするな。静かにせんか、声が大きい。ごめんごめん、でもなんだか興奮しちゃってさ。あんたね、子供じゃないんだから。フィリアが神殿の裏口の鍵を開けてくれるって言ってたな。待たせたら悪いわね。早く神殿の裏口へ向かいましょう。ここが裏口かな。フィリアがうまくやってくれてるといいけど。お待たせしました。どうぞ中へ。うわっ、真っ暗だ。今、明かりをつけますね。中の様子はどうだ？何か分かったことは？グレバムやその一味を見かけることはありませんでした。ただ、セインガルドの神殿同様、ここにも大聖堂があります。そこから地下の秘密の前、通じているかもしれません。よし、調べてみよう。見張りの神官が巡回しています。気をつけてくださいね。ここの神殿にも地下へ通じる仕掛けがあるかもしれないのね。ええ、そこにグレバムがいるかもしれません。神殿内の見張りに注意しながら大聖堂を目指しましょう。見張りに注意しながら大聖堂を目指しましょう。どうした？なぜ神殿の外に出る？ちょっとだけでも休ませてよ。このまま続けても逆に。ねえ。そうだな、休憩も大切だよ。やむを得ん。だが僕たちが神殿を捜索していることを忘れるな。グレバムが潜んでるかもしれないんだ。神殿を捜索していることを忘れるな。グレバムが潜んでるかもしれないんだ。
始めるか。黙ってろ、キシコハル。
挟まれたよ。